リヴァイ兵長、やっと追いついた。エルヴィン団長が重傷です。お前の夢ってのが叶ったらその後はどうする？わからない。叶えてみないことにもな。このまま地下室に行きたい。エルヴィン、この作戦がうまくいけばお前は獣を仕留めることができるかもしれない。ここにいる神兵と私の命を捧げれば。お前の言う通りだ。どの道我々はほとんど死んだ。いや、全滅する可能性もある。前方より砲撃、総員物陰に伏せろ。見えるか、俺たちの仲間が。仲間たちは俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。おかげで俺たちはここまでたどり着くことができた。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。ならば人生には意味がないのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う、あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。戦車である我々だ。我々はここで死に、次の戦車に意味を託す。